はい、こんにちは。一文字の中澤翼です。日本人がほとんどいないんですね。まだで言語喋られなくてもこういうツアーに参加はできるのと、まあ、ですからね。砂漠のど真ん中、日の入りのタイミングですね。まあとにかく絶景ですね。なんかもう、なんていうんですかね、デザートサファリー、これ本当に、ね、ジェットコースターですね。すごい。わあ。これはですね、1万円もかかんないんですけど、非常に面白いし価値がある。なかなかできないんですけどね。やっぱり、人に来てると急に怒られるんですけど、まあでも頑張ってみてもいいんですけどね。